ビューラーツェルは、ドイツビュルテンベルク州シュベービッシュハル軍に属す、マチソン。ビューラーツェルは、シュベービッシュハルとエルバンメンの間、コッハー川の支流である、ビューラー川沿いに位置している。北は、ビューラータン。東は、ローゼンベルク。南は、アーデルマンスフェルデン。南西は、ズルズバッハラウフェン。北西は、オーバーゾントハイムと境を接している。この自治体は、ビューラーェル。 ガイファーツ方編、ホーレンシュタイン、ハイルベルクの各地区及び28のその他の小集落及び居住区からなる。ビューラーツェルは1972年のバーデンビュルテンベルク州の市町村再編によりビューラーツェルとガイファーツ方編の2つの村が合併して成立した。村落としてのビューラーツェルはおそらく800年頃に エルバンゲン修道院の修道士たちによって創設された。居住地は、教会あるいは防衛拠点として用いられ、他方では森の開墾、農家の定着による経済的利点を引き出すために利用された。村の名前はセルアンデアブーラーに由来する。ガイファーツ法編は1085年に初めて文献上で言及されている。 歴史の大半をエルバンゲンの修道院長寮として過ごしたビューラーツェル同様、ガイハーツホーフェンもはじめはコムブルク修道院寮であったが、後にリムプルクコンシ中華の領主権下に置かれた。ビューラーツェルの境界1938年に、それまでオーバーアムとガイルドルフに置かれていたガイハーツホーフェンと、それまでオーバーアムとエルバンゲンに置かれていたビューラーツェルは、 共に新しくシュベイビッシュハルンに編入された。1972年1月1日に、ガイファーツホーフェンとビューラーツェルは合併した。この町は、オーバーアッツオントハイムに本部を置く、オベーレスビューラータール行政共同体の一員となっている。ビューラーツェルは、農林業が主な産業である。2003年現在、農業生産を主要な業務とする、企業体が26。 農業周辺産業の企業体が44ある、町域の半分が森である。見どころは、ビューラーツェル地区及びガイハーツホーフェン地区の境界で、全部で6つの礼拝堂がある。ありがとうございます。